大滝根山に設置された JFBS-1 初号機 JFBS-1 は航空自衛隊のレーダー装置。レーダーサイト用の大型固定3次元レーダーであり、海 3D とも称される。製造は三菱電機。1972年より運用を開始し、1977年までに7カ所のレーダーサイトに導入された。 ただし大規模な施設整備が必要となるなどの問題があり、以後の感想は JFBS-2 に切り替えられたほか、性能の陳腐化と維持管理の問題から、早期の退役が図られることになり、後継として JFBS-3 や JFBS-4 が開発されて、前者は1992年、後者も1999年により運用を開始した。 昭和30年代中盤の日本のレーダーサイトでは、創作レーダーと速高レーダーという2種類のレーダーの組み合わせで目標機の方位、距離、高度を測定していた。この方式では、まず装作レーダーによって多数の目標の距離や方位を求めた後に、所定の特定目標の方位へ速高レーダーを試行させて、いわゆる首振りの操作によって高度を検出するという日本立ての構成となっていた。 ため、高度を測定できる目標数に限度があった。航空自衛隊では、第二次防衛力整備計画において、自動警戒管制組織の導入を予定しており、これに合わせたレーダーの能力の増進が求められるようになった。すなわち、一台のレーダーで、捜作レーダーと速高レーダーの機能を兼ね備えること、合わせて、創作機能及び、特に速高機能を向上することが、 喫緊の課題とされた。この情勢を受けて、1961年12月12日の空爆会議において、レーダー能力増進計画が承認され、JFBS-1 開発の基本計画が承認された。1962年、東芝、日本電機、三菱電機の3社に対して委託研究が発注され、 各社においてそれぞれ異なる方式に基づいて研究が行われた。東芝は、ベイイージー社のディーフォーカス方式、日本電機は、ベイヒューズ社のフレス圏方式を参考にして、開発を進めたのに対して、三菱電機は、同社独自の位操作方式を用いて、開発を進めた。昭和37年度末、航空爆量幹部と防衛庁内局、 技術研究本部によって3社からの提案に対する評価が行われ、下記のような優位点が評価されて、三菱電機の案が採用されることとなった。上記の経緯より、本機は位相差方式を用いて速攻を行う3次元レーダーとして開発された。これは複数個の同一構造のアンテナを上下に異なる間隔で一体に配置して、 そのうちの1枚から送信して全部で受信を行うことで受信の際の位操作の組み合わせから電波の行革を算出するという原理であった。なお最大捜索距離は 600km と推定されている。提案時にはアンテナは3枚とされ基本設計もその線で進められていたが検討が進むにつれてアンテナ機構精度の限界と 位相誘導の制限からアンテナを4枚に増加することが検討されるようになった。これは激論となり、装備審議会では解約すら検討される一幕もあったが、航空爆料幹部、防衛庁内局、技術研究本部が一体となって支持したことで、かろうじて変更が認可された。これによって、試作機は、 アンテナ4枚として制作されて良好な性能を発揮したが、後に工夫を重ねることでアンテナ3枚に服することができ、実用機はこの仕様で製作された。また本機はバッジのセンサーとしてこれにレーダー情報を供給することが本務であったが、そのための情報処理に関しては国内に何だの実績がなく、バッジ等の資料も入手困難な状況であり、困難に直面した。 最終的に 3D バッジ連接装置が製作されて実用試験期間中に試作機とバッジとの連接に成功したほか後にはバッジの RTS2 ーレーダー追尾装置が本機の信号処理装置で置き換えられるに至ったなお本機では円筒形のレドームが用いられていたが下記の通り試作機のレドームが台風によって倒壊したことを受けて 実用機では強度を増強している。この東海については、綿密な調査が実施されて、結局、設計値ギリギリの風速を受けた結果であることが判明し、レドームを構成するパネルの雑屈圧縮強度を強化することで、将来の台風に対しても十分な強度を得る設計法が確立された。試作機は1963年8月より製作が開始され、 1965年11月に完成し、納入された。これは三菱電機機体畳製作所内の仮設建屋に設置されて、1966年6月まで技術試験が行われた。世界に前例の内心方式であったこともあって、試験方法も工夫され、まずは電波源を搭載したヘリコプターを受信状態で目視追尾し、工学的業格と、 電波適用格闘を称号する段階から始められ、T-33A や C-46D などを目標機として、延べ44フライトに上る実飛行試験を行うなど、会社における試験としては、異例の規模となった。その後、試作機は、技術研究本部第一研究所飯岡市所構内に、新設された 3D レーダー建屋に移設され、この際に、 住友電工が開発した円筒型レドームも仮設された。同地では、さらに1966年11月から1967年9月に、渡って、延べ70フライトの飛行を実施して、探知、追尾性能や、タイクラッタ性能、イクセム性能などの検証が行われた。これらの技術試験の成功を受け、1968年1月から71年9月に、かけて、 装備機開発のための実用試験が行われた。この間、タイクラッタ性能の改善のための円変波装置の追加ヤマティ装置の改善、耐着装置の試作とこれを用いた、イクセム性能の確認、バッジシステムとの連接のためのバッジ連接装置の開発と連接試験などが行われた。本機の実用試験の最終年度にあたる昭和十六年度には、同じイオカにおいて、 日本電機が開発した M3D の実用試験が行われていたが、同期は本機の技術成果を流用して開発することになっていたこともあって、本機の試作機とその試験班もこれに協力した。本機及び M3D のすべての試験が終了した直後の1971年9月8日、早朝に襲った台風によってレドームが倒壊、アンテナも大破して試作機は その運用を終了した。実用機の初号機は、1972年3月26日に、大滝根山分遁基地に設置されて、8月15日より運用を開始した。なお、上記の通り、本機の開発過程で日本初のレーダー、情報処理技術が確立されたが、特に一時、二次レーダー総合相関処理技術はほとんど、そのままの形で、 航空路交通管制の自動化に導入されるなど多くの波及効果があった。ありがとうございます。